Hello again. I've decided to do something a little bit different this time around. In that I'm just experimenting a little bit with how I can post-process any of my video game streams. Let's see how it goes. So I'm picking up where I left off on Yakuza 3. So, unlike normal times, rather than the YouTube copy just being a straight push of the Twitch version, all the capturing stuff works. I have a saved version of the gaming video, a decent copy of me acting like a jackass playing a video game, and I'll see what I'll do afterwards. What? I like the music. I can't even remember where I was up to, so this'll be fun. Oops. Been a couple of months. Okay, let's go do that bit. Should be around there somewhere. I was expecting that to be that bit. It's been a while since I've played it. Since I've originally made this bit around. Sponsored by L'Oreal.
2 years, probably. I hope I'm going the right way. He says walking into a pole of crotch height. Not quite what I was planning. It'll do. Time. Anyway. Yeah, I know. Wait up. Keep up. Steps. I think there's a rooftop scrap coming up. Misread that as claw our way up to someplace stabbable, which is a bit more appropriate for this particular game series. で人が幸せになれるんだったら俺が君を幸せにできるのかな。
して避けなかったの？どうしてだろう。Sure, they get ambushed at this point. あなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。The power of cutscene. 5年ぶりでこんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？ああ。でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおう、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれや、姉ちゃん。また柴田組か。あんたらも懲りないね。なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも、二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おこら、なんだとこのガキが。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。Scrap time. The only heat at the moment.
Gas. Make bribes. さあ昔俺さ新井さんに助けられたことがあったんだわ。え、秋山さんが新井の兄貴に。ああ。ところでお前、俺が昔ホームレスだったって話は知ってるか。まあ噂程度に聞いたくらいですが。本当だったんですか。実は俺ホームレスになる前な、東都銀行っつう銀行で働く普通のサラリーマンだったんだ。え、秋山さんが銀行員。ああ、今から5年くらい前の話だ。6年くらい前までの俺の人生は、綺麗な階段を汗一つかかずに登るような順調なものだった。東都大の法学部を卒業、東都銀行に入社。俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩み始めた。じゃあどうしてホームレスなんかに。クビになったんだよ、2005年の初めにな。クビ？なんかやらかしたんですか。業務上横領、つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だ。え、どうしてそんなことを。知らねえよ、だって俺は横領なんかしてねえんだからさ。は？どういうことですか？はめられたんだよ、会社にな。いきなり業務上横領の疑いをかけられて、懲戒免職ってやつだ。そんなバカな。まあ、普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが現実は違った。俺が当時担当していた、とある会社の口座にあった100万円が、ある日突然、俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それでクビですか。ああ、何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に、一方的に俺を懲戒免職処分とした。その後俺は真相を探った。それまでに貯めた金を使い、方々手を尽くして調べ回った。でも結局わからずじまい。そのうち貯金も尽きて、カムロ町で路上生活を始めたんだ。それでホームレスですか。金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ。元手と信用がなければ何にもできないんだよ。所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだって、その時初めて分かったんだ。え、じゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか。拾ったんだよ。は？だからさ、お金が降ってきたの。それからパーッと、それを拾ったのさ。いや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 、本当だって。知らない？ミレニアムタワーで爆発があってさ、そこから大量の札束が降ってきた事件。あ、知ってます。え、じゃあ秋山さんはその金を。そう、だいたい100万くらいだったかな。死に物狂いで拾い集めたよ。この金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってな。なんか
運がいいんだか悪いんだか分かんねえ感じですね。まあな。だがその時の俺にとってその100万円は命と同じくらい大切な金だった。だがそんな大事な金をこともあろうに俺は盗まれちまったんだ。路上で寝ている隙にな。誰にですか？町のゴロツキさ。あの頃からこの町じゃホームレス狩りとか言って路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな。待ってください。それじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのが。そう、新井さんだ。当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだった。そのチンピラが俺から金を盗んだ連中から金を取り上げホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだ。どうしてそんなこと。新井さんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ。俺がこの町を変えてみせますって。兄貴、俺はその時誓ったんだ。もし俺がこの100万円でのし上がれた時はこの人にかけてみようって。かける？ああ、この人ならカムロ城って猿山のボスになれるかもしれないって思ったんだ。カムロ城ってのは弱いやつから強いやつまでいろんな連中が集まってくる、いわば一つの群れみてえな場所だ。だが集まってくる奴らには一つだけ共通してることがある。何ですか？夢だよ。カムロ町に飛び込んだ人間は皆必ず夢を見てる。夢。いい女を抱きたい、金持ちになりたい、えばりたい。どんなちんけなもんであってもここに集まる連中には皆それぞれの夢がある。だがその夢を叶えられるやつはごくわずかだ。そして人は夢を諦めない。生きてくのに必要なもんだからさ。わかるか？はい。皆夢を見続けていたい。だからこそこの町では人に夢を見せられる人間が求められているんだ。それが新井の兄貴だと。ああ、良くも悪くも人間ってのは強さに憧れる。新井さんにはその絶対的な強さがある。俺はそう思ってんだ。この町は今強いボスザルが必要なんだ。カムロ城って町は今までずっとそのボスザルを極道に求めてきた。だが桐生一馬というカリスマが去った今、ボスザルとなれる人間はいない。機能しなくなった町から猿は去っていってしまう。強いボスザルを求めてな。なんか深い話っすね。まあちょっと回りくどい言い方だったが、要はそれくらい俺は新井さんに賭けているってことだ。わかりました。俺、秋山さんの夢のためにも新井の兄貴を必ず見つけます。このお金はありがたく使わせていただきます。おう、何か分かったら俺に連絡してくれ。はい。ただいま。あ、井戸さん。あ、どうもっす。もTypical.
ちょ待て。$10. So basically beat the crap out of someone and got about £7 or £8 out of it. That's a bit shit. Takes a while. It's as good a sign as any.